は何バンドぐらいあるんですか？部員の方は何人ぐらいで？小沢先輩、挙動ってる。小沢先輩、挙動ってる。もし入ってますか？ね、なかなか、飛び始めない、飛び始めない。大学の方もね、一時は全然流れない人が非常に増えてきましたね。信頼とか、信頼さんとかね、すごい、大谷さんもすごいですね。東北からも見えましたしね、まあ、地元も名古屋大です。まあ、地元行っても見えない名古屋大学の方もね、結構、増えてますからね。未来は明るいんじゃないですかね。おじさんたちはどんどん消え去った、どんどん消え去っていくことになると思いますけどね。はい、準備ができたようでございます。今のところですね、ごめんなさい、25分ぐらい巻いてますんで、バンドの方ね、申し訳ございませんけど、用意よろしくお願いしますね。はい、じゃあ、張り切っていただきましょう。吉田ドミトリーの皆さん、ちょっと待って、何やった、ね、風が出てまいりました、ね、皆さんね、タープだいぶ叩きましたけど、いろいろさっきも弁当が飛びまくってましたからね、気をつけてくださいね。カレーの汁とかそういうのが服にするとえらいことになりますからね。じゃあ行きましょう。吉田とみとみの皆さんです。
紹介というか毎度のように話していると思うんですけども、去年京都大学ブルーグラス研究会というサークルが発足しまして、第1号の作家ということですね。はい、まあなんか場所がないんで吉田寮の近くで練習しているので吉田のみと言っています。ちなみに今年も新入生が入って2つ目のバンドができたんですけど、そちらは吉田マウンティーニャンです。まあ吉田という準備が出たら移動台のバンドが現れたと。次はちょっとドブロのピーチャーしたやりたいと思います。はい、じゃあ最後の曲いきます。I wonder where you are tonight。